はい、ということで皆さん、今回ですねちょっとカーエックスドリフトレーシング2なんですけども、今回ですね全然このゲームをやる予定じゃなかったんですけど、まあ、ちょっと何気なく開いてみたらですね、なんとこちらトヨタのカローラスポーツが現在課金限定でですね出てきてるというのを発見いたしまして、でまあこれカローラスポーツっていうまずこのチョイスがいいなと思ったんですけど、まあ僕自身ですねちょっとこのカローラスポーツちょっとかっこいいなと思ってまして、まあしかもこれ300円ということでかなり安いので、ちょっと今回これ買ってですね運転してみたいと思います。はい、ということで決済が完了しましたということでですね、まあ、ちょっとこれ名前は、意味わかんないですけど9500を獲得しました。さあ、じゃあですねちょっとまずボディキットとかパーツとか、どんなのがあるのかというのを見たいと思うんですけど、スタイルはですねこれストックしかないということで、ああこれはですね多分多分も何もこの外せんのもフードだけっていう、だからもうその他のパーツに関してはもう何もできませんよと。ホイールだけですね変えれます。ホイールね、まあ、ちょっとこれまずインチがだいぶちっちゃいんで、まずちょっと足回りを変えてしまいましょうか。はい、足回りを変えるにはチューニングから、お、ちょっと待って、あ、これちょっとやられてましたね。なんか足回り変やなと思ったんですよ。これ全部これ買わなダメですね。これストリート2とか、まあまあ、最悪でもドリフト1とかぐらいまでは行かないとちょっと足回りがかっこよくならないので、これ28万1000シルバーですね。ですね全く足らないのでまあ車体を買うのは課金と。でまあこの足回りの調整とかですね、この馬力のアップに関しては、まあ、一応シルバーでできるので、地道にお金を貯めればですね無課金でもいけるんですけども、まあ、ちょっとこの時間がないので、ここはですねちょっと課金をさせていただきます。あー、はい、ですね結局1000円ですねはい、1000円ということで、まあ、まあそれでもまだチューニングの、まあ、最高まではいけてないので、もうほんま最高まで行こうと思ったらですねもっとお金かかると思うんですけど、まあ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 この28万シルバーこれでいきます。もうほんまにギリギリですね。もうこれ買ったらもうゼロになります。で一番育てるには50万8000シルバープラス135ゴールドでプロドリフト3ですね。はい、じゃあこれを買います。まあこれでインチとかですね、車高とか結構変えれるようになるので、まあまあまあ結構かっこよくなる。あ、まあもうちょっと足回り変わりましたね。まあこれでさらにこのカスタムからですね自由にセットするで、これ設定でできますので、はい、じゃあちょっとですね足回りの調整をしましょう。とフロントホイール、リム直径ということで19インチが最大ですね今のところは。率幅は一番上げましょう。扁平率を下げ、あーめっちゃこれは下がりすぎちゃうだいぶ低扁平ですね。これぐらいでいいかな、 35% ぐらいでいいかな多分。でこっちも 35% やな。はい、まあまあこんな感じでいいでしょう。で、フロントサスペンションの方で、あんまり下がらへんな。まだあんまり下がらないですねこれ。ちょっと隙間が気になりますけど、まあまあまあこんなもんでいいか。でリアの方はリアもうちょっと下がるだけですね。あ、なるほどね。まあキャンバーとかはちょっとまあそんなにつけなくていいかなと。でまあオフセットに関してももうだいぶいい感じに決まってるかなと思うんで、まあちょっと前が出すぎかなという微調整ぐらいで、まあ終わりですね。微調整で終わりと。ギアをちょっと出すか。こんなもん。まあこの板車ですね、ちょっとまあこれはなんか真っ青とかでも良さそうな気するんですけど、まあせっかく板車になってるのでこのまま板車で乗りたいと思います。でちょっとですねこのホイールがちょっとあんまり僕の好みじゃないので、ホイールだけですね変えたいと思います。てかホイールを買うお金がございません。あ、これやったらあれやな、ゴールドの方で買えますね。 D スペックはゴールドや。で BSBS はシルバーですね、シルバー。じゃあこちらのですね、6本スポーク、これを買いたいと思います。これでいきましょうか。これでなにこれ1700とか書いてる。何、お金ないんですがあれゴールドじゃないんか。はい、ちょっと前が戻っちゃったのでお金をですね貯めに行きましょう。あ、でもやっぱこうやって見たらもうちょっと底辺平でもかっこいい気も、まあまあまあとりあえずレースしましょう。はい、
がいつもやるのは、こちらですね。これなんて言ってんの、ここ、あ、すごいすごいよ、めっちゃドリフトしやすいですね、これやばい、普通にいいよこれ、普通によろしい、普通によろしい、今のところは、うん、危ない、いいですねこれ、いいです、いいです、めっちゃめっちゃ、なんかめっちゃ運転しやすい気がする、気のせいか、気のせいかな、これは。まあ言うても、しっかりですねチューニングの方も上げたので、まあ結構ですね、いい足回りになってるという話なんですよ、要するにこれは。まあただ僕はですね毎回このステージばっかやってますので、結局はですねこのステージじゃないとうまいことできへんっていう話なんですけど、他のところはね難しいんですよね、ここがめちゃくちゃやっぱこの道幅が広いんで、角度をつけてもですね、なんかあんま気にせんでもいいですし、こうなんか気軽にできるなって思ってるんですけど、いやー良かったですね、ちょっとこれは広告見た方がいいか、ランクですね R2 ということで十分ですねお金が稼げました。ちょっとですねリプレイを見てみましょう。さあ走っております。あーなるほど、ですねやっぱ荷重が乗ると結構ですねリアも隙間がですねなくなっております。うん、まあちょっとフロントもうちょい下げたいなっていう感じはするんですけども、まあ、毎回思うんですけどね、ちょっとこのゲームですね、このリプレイがこうある割にはですね、迫力がちょっと低いなと思うんですよね、迫力が低い。まあ音がですねかなりちっちゃくなるところとか、でこの多分カメラのですね、なんていうかな、なんかこう、まあいいと思うんですけど、はい、いややっぱでもこれリアのですねホイールかっこいいですよね、ちょっとフロントこれ微妙やな、はい、ちょっと変え直しましょうか。はい、ということで、できました、できましたけど、ちょっともう一回これ扁平を下げてみようかな。まあ扁平下げたらですね結局隙間が空いちゃうんですけど、かっこいいかなと思うんですけど、これ 25% はこれ、いやでも、まあ、もうちょい車高が下がるんやったらこれぐらいでもいいかなって感じなんですけど、これぐらいの方がかっこいい気はしますね。これでいくか。さあじゃあじゃあちょっといつもですねあまりにも同じとこばっかりやってるんで、ちょっとたまにはですねレッドロックでも行ってみましょうか。ちょっとちゃんと運転できる自信はないんですけど、レッドロック行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。さあやってまいりました。さあちゃんと運転できるかな。うわちょっといきなりのはですねちょっと突っ込みすぎですよね、すごいスピードで、はいはいはい、まあいけてるね多分。うれどこどこどこ、こっちか、うれいけいけいけ
でもしっかりですねドリフトはできてますね。一応ちょっと角度的には微妙かなと思うんですけど、あーやばい、おーおー、 OK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 、 いいよいいよいいよ、いやいや難しいですね、難しいけどやっぱ楽しいですね。カローラスポーツはですね 1.8 リットルやったかな、 1.8 リットルの FR やったと思うんですけど、あ、FF かな、 FF かもしれないです。ボン、これは1万8000で R3、ちゃう、あなたのスコアやから1万8000で R2 ですね。1万8000いけるのか、うれうれ、いいよいいよ、あーあー危ない、よしいいよいいよ、頑張っております。あー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 、砂漠に出たね、砂漠に、やばい、あーここでスピンしていく、いやー長いですね、あ、ゴールや、ゴールやゴールゴール、いけいけゴール、おお大丈夫か、はい、ではですねちょっとリプレイ見てみましょう。あ、かっこいいですね。お、さあ、ちょっとここですね、ミスりました。これちょっとヘッドライトとかですねつけたいですけどね、ヘッドライト。ちょっとなんか、ね、右左してますけど。やっぱちょっと扁平率下げたんで、フェンダーのですねちょっと隙間が、お、よいしょ、ちょっとフェンダーの隙間ができちゃってますけど、まあこれはですね、まあ、もうちょっとインチを上げてもうちょっと低扁平攻めるとか、うん、そういう感じがいいんかもしれないですね。やってますね、はい、やってますね。まあもうちょっとサーキットコースとかの方がいいんかな。実際こういうコースをなんかドリフトで走っていくみたいなレースとかってあるんですかね。なんかこういうなんか砂漠みたいなサボテンとか生えてますからね、こういうところ走っていくっていうのはちょっとあるんかどうかがわからないんですけど、あースピンしました、まあこんなもんで終わりましょうか。あ、もうゴールやった。はい、ということでカローラスポーツいかがだったでしょうか。ちょっとですね、まあ、パーツが、一切用意されていなかったのはまあちょっと残念やったんですけども、まあもちろんですね、ステッカーとか貼ってまあいろんな風に、作り変えたりすることはできるので、ぜひですねちょっとカローラスポーツが好きですという方は、買ってみてはいかがでしょうか。ということでよろしくお願いいたします。